こでもできる。これはそれのソースね、横シェイクとかでよく使ってましたけど。なんかでも斬新だね、この当時にして。このね、まあ時代、ね、その当時としてはなかったですね、こんな感じの竿は。糸もいいね、これで06。これで06。気持ちたのか。それ。で、まあ1700ぐらいでしたけど、全然不安なくいなせたんで、まあ3キロ近くなるとは分かんないですけど、でもいいなと思って。はい、釣り子 TV でーす。気温6度、雨の中沖島に向かって出発しましたよ。じゃあね、頑張ります。はいはい、沖島一人旅ねえ。今日はちょっと終日冷たい雨っていうことで、沖島行きたいって言ったらね、1名でトライすることになりました。まあね、雨は降ってるんだけど、ほんともう無風ね、風がないっていう、そんなコンディションなんで、ノーシンカーの釣りとか結構集中してできるんじゃないかなっていうことで頑張ってみます。はい、沖島の南端に来てみました。漁礁のところはね、ボートが浮いてるね。まあどんな感じかっていう感じだけど、とりあえずやってみたいと思います。スレンダースキャットがついてたから、スレンダースキャットから、いや久しぶりだからな。お願いします。はい、2日目の琵琶湖。この日はですね、まるちゃん、原さんチームはいろいろなところをね、乱眼して様子を見たいということで、で、自分はですね、昨日結果の良かった沖島にね、渡ってやってみたいということで、こっちにね、先に渡って、で、早めに釣れたらね、すぐ連絡しますよ、みたいな感じで、逆に、向こう側で釣れていたら、そっちにすぐ駆けつけます、みたいな感じで、二手に分かれてですね、いろいろ琵琶湖を探索しております。カバースキャットの41、でっかい子。これ飛距離重視で、ここは岩がぼちぼちエリアだからどうかな。カバースキャットの41。届いた。はい、というわけで、南端入ってみたんですけども、これね、あの別の日なんですけども、ディーパーを使ってこの投げてるあたりの水深ですね、調べた画像があるので見てもらいたいんですが、岸からドエントをするとこの 5,6 メートルぐらいにルアーが落とせて、でそこから一気にね、浅いところに来てっていうね、そんな地形なんですけども、深いところに入れて駆け上がりの下と、その駆け上がり上がっていくところを狙うね。この展開で釣れたこともあるんで、まずは狙ってみておりますが、前日にはですね、3キロとあと2900ね、そんなのが上がっている沖島なので、まあ、ここをスタートして、まずはいろいろ回ってみたいと思います。ここら辺のね、地形はこんな感じですってのがディーパーで見ることができます。
坂又シャトーリアルを移動すと、この陽気だからうろうろと餌探してるやついると思うんだよな。そういうのに見つけてもらって食べてもらう作戦。沈めるとここら辺は岩にスタックして帰ってこなそうだから 0.9g の軽いジグヘッドで水面直下に湧いてきてもらって、もしくは見つけてもらって食ってもらう作戦で、こんな寒い日にうろうろ餌探してくれてるやつがいたら、それは間違いなくでかいと思うんだよな。そうそう、シャローフラットエリア到着。サイコロラバーでバカラ。いやー、雨がずっとしとしと降ってるから、どういう感じだと食うのかな。岩がごちごちエリアよりここで食ってくれれば比較的障害物が少ないから助かるんだけど、ミノーとかプラグデーなのかな。またね、ディーパーの画像なんですけど、これは前日にカヤックを出してここら辺のね地形をあらかた撮影してきた時の画像なんですけども、主にまあ、届くところで4メーターぐらいのところに落として3メーター、2.5 メーターで、それから岸際の駆け上がりという感じでなだらかに駆け上がってくる、そんな地形のところに入りました。それでもって狙っているのは、まあ、回遊しているですね、春のうろうろバス
雨の力も使って結構岸際に接岸しないかなということで、この取ったところは11度って出てるんですけど、当日もねディーパー投げたんですけど、この雨の日はね9度とか8度とかね、非常に、冷たい温度にまた一回下がってっていうね、そんな状況で、釣りをしてみております。で、このねディーパーの画像はこれアーカイブみたいな感じでそのクラウド上に残っているのを、今ね見ているんですけども、後から見返すとその駆け上がりの位置何メートルだったかなとかね、そういったのもね、また振り返りで見ることができますので、この透水線みたいなのもね出てるんですけども、指でねこうタップすると何メートルだよ何メートルだよみたいなのがね確認することができるので、このおかっぱりでディーパー使うときにね、このデータがどんどんね蓄積されていくので、後でね、見返すときとか、行く前にどういう攻め方しようかななんていうときにね非常に役に立ちますよっていうことで、これねディーパーね本当ねおかっぱりから使うの便利なので、概要欄のところにもねこんな商品だよみたいなの貼っておきますので、ぜひね興味ある方は見ていただければなと思います。まあこの水深っていうのはもちろんなんですけども、春のこの時期重要視してるのは特に水温のところですね。この遠征中も目まぐるしくですね水温が、まあ氷水温ですけども、コロコロ変わっていったので、まあ結構寒い日が続いていたんですけども、その中でもどうかなね、ここ何度かなとかね、水温チェックするとやっぱり風裏のシャローフラットとかでね、他の風当たり面より幾分か水温が高いとかね、まああとは投げてる、都合でその、あ下になんかベイトフィッシュみたいなの映ったなとかね、この時はねずっと気になっていたね、あのカヤックで前日出した時ですけどね、沈船の位置なんかもねしっかりとね、マーキングすることができたんで、ああおかっぱりだったらこの立ち位置から投げれば遠投すれば届くなとかね、そんな感じで、参考に、して釣りを進めております。で釣りの方はというとですね、これ今、前日に釣れたリアクションダウンショットの釣りをおかっぱりから試していて、で竿ねどうしようかななんて思ったんですけど、冒頭のところでもねあのちょっと話してたんですけども、一番昔のデストロイヤーの F0 の 68XS っていうね、そういう竿を使っているんですが、あのガイド径が非常に大きいので、なんというかこれ今、シマノのハードブルっていう P ラインに、3号のリーダーかなこの時は、結んでるんですけども、リーダー FG ノットで結んでますが、リーダーの抜け非常にね、ガイド径大きいので、スパーンと飛ばせる。まあ FG ノットであれば今のね、ちょっとマイクロガイド気味なやつでもね抜けはいいんですけども、でもね久しぶりにねこのね古い竿を引っ張り出して使ったら、あやっぱいいな。でガイドが大きいから若干こう竿が負け気味というかね、こうクッとね竿のこのガイドの重さで竿先が残ってくれるんですよね。その間が非常にねこのリアクションってやってる時ね、扱いやすくて、でまあハードブルを入れて、リールはね、ミラベル、シマノのミラベルを使っております。 SHG ってね結構ハイスピードギアなね、ギア比のものを使っているので、こうちょんちょんとやってね即座にこのたるみが巻き取れて非常にね、遠征中活躍してくれたな。この他にもねコンプレックスとかねいろいろまあ手持ちのリールは台湾のものとか持っていったんですけども、まあミラベルでね本当具合よくねトラブルなくね、遠征中ずっと釣りができたなっていうんでね改めて好印象なんですけども、ルアーの方はですねサイコロラバーですね、 OSP のサイコロラバーで、で前日にね、3キロ超巨大なのをね横で抜かれてますんで、針はねタリンズマンのね、この時は2番だったかな、タリンズマンね、あこれは曲がんないだろうと思ってね、そんなちょっと、太めの水晶じゃないんですけどね、針を使って、こうちょん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 とした釣りを続けております。前日のね天気のいい日の釣れ方みたいな動画もねいくつか上げてますので、そちらもね、合わせて見ていただくとここら辺の、
数時間の琵琶湖の雰囲気が見てもらえるんじゃないかなということで、まあ寒いけどね、あーぐん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 って入るね当たりを夢見て、ずっとね、足場を変えながら投げる位置をちょっと変えながらやってみております。多分ねもう間もなくするんじゃないかなと思いますんで、気長に見ていただきたいんですけども、で、あの地元のね、島の漁師さんと話したら、まあ来週再来週ぐらいからね、本当釣り人もめちゃくちゃね、島に来ることが多くなって、ここなんかずらーっとね人が並んで、釣りする隙間もないよーなんていうね景気のいい話も聞いたんですけども、本当水が綺麗でね、あと島をね歩いてるだけでこう気分が上がるっていうね、非常に神秘的で、楽しい島なのでね、で、ね、自分釣れなかったんですけどね、本当前の日もう3キロだ2900だね、景気のいい魚もいっぱいね、この時期にしてはいっぱい上がっていたんで、改めてね、ものすごいね釣り場だなってね、またこのなんだろう、島じゃない方を攻めてるね原さんとか丸ちゃんの釣果も気になるんですけども、釣り子 TV の方ではね、せっせとせっせと、一人で、かじかむ手を温めるようにねこうやってしゃくり続けておりますので、どこら辺で当たりが出るかな、まあ結構ねいいサイズね、おかっぱりからだと嬉しいサイズね、この後釣れますんで、引き続き、ご覧ください。あとねチャンネル登録まだの方ぜひねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではね引き続きどうぞ。バラしたくない、これは今日最初で最後かもしんない。いや激励、よし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 、どこでここか、ここで取るか、よいしょ、この食いがこの食いがよっしゃー、取れた。はーい、二日目もね、なんだろう、リアクションダウンショットを助けられました。お腹ポンポコリン、いい腹してますね。やったー、やりましたよ。あー、春っぽいビアコマス、リアクションダウンショットで、いやー釣れてよかった。琵琶湖体系なバスが釣れてくれましたよ、イエーイ。測っておきたいと思います。1600ってとこですかね、1610、 1.5 キロ超えね、イエーイ。長さは口閉じで、あ、45っていう感じですかね。うん、ナイスバース。